今回は125手目3三歩成となったところが反則負けだったが、藤井聡太先生はこの渡辺先生の反則を許したことについてお話しします。このなぜ許したのか、このことについて、解説しているネットの情報はございません。ここだけの情報です。聡太先生がなぜ許したかについて、詳しく、説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。その前にこの125手までの指し手を簡単にご説明しますので、まず初手からご覧ください。その問題の125手3三歩成まで簡単にご説明していきたいと思います。先手は、藤井聡太先生でしたね。後手は、すいません、渡辺先生ですね。先手が、聡太先生が後手ですけど、銀が上がって、この辺りはもう角換わりいかなかったですね。これを先手の渡辺先生、作戦だったでしょうかね。今回この対局ですけど、指し直し局ですね。千日手となって、指し直しだったんですけど、やはり後手番だった渡辺明先生、すごく作戦勝ちでしたね。そして、千日手持っていって、手番を変わって先手となったんですけど、もうこの辺りでも徐々になんか先手が押しているような感じになりましたね。飛車が上がって、5四飛車と回ってきました。これ銀が上がりましたね。ここで4四角取ってきましたね。ここでもちょっと戻りますけど、ここに8四飛車と戻る手もあるんですけど、それだったらちょっと一手損になっちゃうんで、もうここは、4四角と打ちましたね。ここで戻るぐらいだったら、もうこの5四飛車に回る必要なかったんですね。ここですね、ちょっと戻りますけど、2六飛車といった時に、ここで、ここ行かず、この時に戻った方が良かったんですね。銀が上がらず、上げさずに8四飛車行ったので、本譜は5四飛車と回って6八銀。ここで4四角と打ってきましたね。ここで3六飛車と回ってきました。そして飛車が中央に、5五に来た瞬間に9一角成となりました。歩を取るんですが、これはね、飛車を鳴らしたらダメです。3九金、3三銀、8二馬、4一玉、5六飛、4二玉、3六歩とね、このやっぱり桂馬を活用するために3六の歩を上げましたね。こちらも桂馬が飛びます。こちらも3七桂と桂馬が飛びます。2六飛と、避けるんですが、ここで7五飛車と、飛車をひねり飛車を見せましたね。さあ、ひねり飛車行くかどうかというところですけど、ここで3五歩と言って、8六飛車と飛車をひねってきました。1回受けますね。受けるんですが、これはもう受けるんですが、もう、馬で取って、同銀同飛車ないですね。そしてこの取った角で7二角、やっぱ角を守りの駒に使うというのはちょっと辛いですけども、これは打たざるを得ませんね。9二竜と行くんですけど、ここも9二竜、8二の方が良かったみたいですね。8二。8二だったら、8二の方が良かったみたいですね。こうしたときに、こうしたときに、この9二の地点に、駒を打ち込めたりできますんでね。9二銀とか。だから、8二銀の方が、ソフトも良かったかなと思うんですけど、本譜は9二竜と行きましたね。そして6四歩、3五歩。これ3筋の歩を取りますが、桂馬の頭に歩を打ちます。これはもう構わず3四歩と行きますが、歩の成って、これ一回同銀と取りましたね。ここで3三歩がちょっと、やりすぎなんで、これは取っといたら、これ銀飛車に当たるんで、飛車成り。
そして2八金と竜にぶつけてバックさせてから3三歩成ですね。3三歩成に対して同金、はい、2六歩と打ちました。はい、これで竜がここね、これも素晴らしいね。竜がね、横に逃げるように逃げるタイミング、これさすが颯太先生ですね。はい、これ7六歩と打ちますが、はい、7四、はい、同竜ときました。同竜、5六桂と打つんですが、ここで5五、はい、角と行きます。はい、はい、そして4六銀と合わせますね。はい、これはもう角はもう見せて歩を打ちますが、同歩にこのタイミングで角を切りましたね。切って同金、そして8六竜と逃げて、はい、ここで6四、はい、飛んできて、これさすがに角が取られたらまずいので、6三角と逃げます。で3四歩に、はい、3三金、はい、8三角と打ちます。そして5一金ですけど、8七歩と、ここでね、竜を追い返しますね。ここで竜は飛車を竜を切りました。やはり颯太先生が竜を切ったときは読み切ったというところですけど、はい、同歩に、この3六角狙ってましたね。3六角狙ってました。はい、そして4八、玉ですが、はい、6九、角成ときました。で、7一、飛車打つ。3六桂と、はい、ここで王手金取りです。もうこの辺りでも、先手が優勢で、そうですね、もう苦しかったですけどね。はい、3八玉と、はい、逃げて2八、同玉、そして3七銀とね、この銀捨ても素晴らしいですね。銀捨て、同玉、3六歩と打ちます。そして8八玉と戻ってから、はい、3七金と、で3九玉、はい、そして玉をもう動けなくしといてからここで守るんですね。60、これも手筋ですね。将棋の手筋です。はい、そして5二銀打つときますが、3一玉、はい、5一銀と、はい、ここで3八銀と打ちますが、ここでね、ここ角が効いてるね。頭銀で詰んじゃありません。取って同金同玉、はい、ここで、ね、4七角打つときました。これで王手竜取りですけども、この瞬間ね、評価値見ていただくと分かりますように、もう必死でした。必死だったんで、もう颯太先生もこの時もうがっくりきてましたね。もうそうですよ、負けを認めた感じでした。そして2七玉と、そしてこの3七歩成もうまいですね。1回こう歩で王手しといて、玉取らせて、玉を近づけといてから9に角成と竜を取りました。はい、そしてもうここでもね、もう25手積みって積みが出たんですよね、ソフトで。はい、そして、渡辺、先生、ここで積み手順4二銀成ときました。はい、25手目だけど、読み込むと23手積みだったかな。22に変わりましたけど、はい、そして同金、これも詰め手順ですね。はい、まだソフトは21手詰め出てますね。21手詰め出てます。はい、はい、ここで、はい、6一竜と、はい、これもまあ詰め手順ですね。そして颯太先生も最長の受けしないといけないので、これ4一銀、これまあ4一銀しかなかったんですね。はい、次で、ここで事件が起きましたね。ここでもう19手詰め、もう颯太先生もうがっくしきて、もううなだれたんですよね。そして次です。次ここで同竜やったらもうこれは勝ちでしたね。同竜ときたらもう同玉ときて、もう詰みがあったんですけどね。5二金からちょっとここは長いですけど、しかし同竜と言ってたらよかったんですけど、あ、ちょっとすみません、ここでね、4一竜と言ってたら勝ってたんですけど、本譜では、はい、
渡辺九段3二銀取ったんですね。ここで一気に逆転しました。ここで先手勝ちだったんですかね。3二銀取った瞬間後手にひっくり返ったんですよね。ここでね、あの蒼太先生アベバでも、見てましたけど、すごいもういきなりあの戦闘態勢に入りましたね。もうがっくし切ったのがいきなり背中がピシッとなって、もういきなり立ち上がって、これは生きるぞという、もうなんか水を与えられた子のようにまた生き返ったって感じですね。すごい生き返りましたね。もう表情が変わりました。はい、ここで蒼太先生まだ諦めたらダメだということで、ここで、はい、蒼太先生同玉と指しましたね。そして3三金打つ、ここまで蒼太先生も最善の受けいきます。同金、そしてね、ここで、はい、ここですね、6二竜と下がったんですかね。はい、4二金と受けられます。はい、次です。次が、話題になりました渡辺明九段の反則だったであろうと言われているです。それが、はい、冒頭でもお知らせしました、はい、三三歩成ですね。はい、これが反則負けだったんだろうと言われています。もうネットでも、話題なのでご存知の方も多いと思いますけどね。なぜ反則負けだったかというと、この瞬間、三三歩三三歩成と指したんですけど、駒が立っちゃったんですね。立った時にパッと手を離してしまって、その時ももう残り1秒しかなかったんですね。ほんでもう一回直してる時にもう時間が経ってたみたいですね。時間切れで負けてたし、手を離して立って、駒を立ったままやったら、これも反則負けのようですね。ですからもうほんですから、駒が三三歩となった瞬間、駒が立って慌てたんで、まあ、もう1分将棋だったんで、渡辺先生も慌ててたんで、刺したら駒が立っちゃって、そしてもう一回直してた時にもう時間は経ってたみたいですよ、厳密に言うと。しかしこれを見ても蒼太先生はスルーしました。おそらくですけど、他の棋士、例えばですね、永瀬拓矢九段とかがもしね、いやこれは反則負けじゃないですかと指摘したら、おそらく負けだったみたいです、渡辺九段この時点で。カードゲームの世界ではなんか、ジャッジキルっていうんですか、審判に言って、あれ反則やぞってね、まあそれも別にルール上問題ないんだけど、そう審判に言って、反則負けに刺すという、そういう方法あるみたいですけどね。森系のお友達のケイちゃんに教えてもらったんですけど、彼はもうそのカードの世界でプロの方なんで、いろいろ教えてもらいました。もうそのここで蒼太先生もジャッジ切る、審判ですか、立ち会い人に、あ、今の時間でおかしいですよって言ったら、もしかして負けてたんですね。永瀬九段だったら指摘したかもしれませんが、やっぱ蒼太先生はそんなことしませんでした。まあ、なぜかと言いますとね、これ理由が分かりました。蒼太先生まずですね、これ蒼太先生時間切れで、反則負けだというのはもう分かったみたいです。分かったんですけど、蒼太先生は、これはタイガー・ウッズの精神です。タイガー・ウッズの精神と言いますと何かと言いますね、タイガー・ウッズは最後、争っている時、勝負でね、相手の選手と対戦、相手と争っている時に、最後相手の選手がパッティングで外したら、タイガー・ウッズが勝つっていう時はね、普通だったらね、外せと思うじゃないですか。だけどタイガー・ウッズは入れろという思うみたいですね。ここで入れろってね、入れないとね、面白くない、最高の戦いができないということで、必ず相手の選手がパッティング、もう重要なところでも外せじゃなく入れろということだったんですね。これは蒼太先生もタイガー・ウッズの精神、これはもう、これもうこの三三歩成しかなかったね。それ以外蒼太先生も心の中ではこの三三歩成よしだけどね、ちょっとミスったけど、いやそれは大丈夫、これは最高の指し手なんで、大丈夫ですということで、許したそうです。やっぱり蒼太先生だったら最高のレベルの高い戦いを皆さんにお見せしたいということで、三三歩成を許したということが
真実であることが判明しました。はい、ということで、ね、ここからちょっと最後まで、させてご紹介しますが、ね、簡単にご説明しますね。はい、最後までご覧ください。はい、ここで、まあ、同玉しかないですね。同玉、はい、このだけどこの時点でもね、実は言うと先手有利でした。有利だったんですね。まだ有利だったんですけどね。はい、次です。次でね、もう時間なかった。ここで3四歩と渡辺先生指したら、また分かりませんでした。逆むしろ有利でしたね。これ勝ってたかも分かりません。もう颯太先生も1分将棋だったんですけどね、確か。3四歩と指してから、まあ、2四逃げて、はい、ここで、まあ、3五銀ですか。3五金打つ。もうこれしかないですけど、これ捨てて、同、ね、2五金打つ。同、これも馬、あのね、馬で取って、はい、4五金。これがうまい手ですね、4五金。取ったらダメですね。はい、2四と、後ろに下げといてから、それ2五歩ですね。これ王手かけるんですね。これがいい手だったんですね。これ、これ同玉が取れないですね。取ったら、これは、積んでしまうのでダメですね。はい、同玉やったら、同玉と来ると2六、まあ、やりましたね。同玉と2六歩、2四歩で、これ角角だと、ここに積んじゃうんですね。なので、もうこうなったら、もう1三玉と逃げて、先手優勢となったんですけど、なので、まだまだ、ここは、この辺りは、この間違えた3三歩、歩成りは、ここはまあ優勢だったんですね、先手が。ですからね、相手が優勢だからこそ、颯太先生もタイガー・ウッズの精神で、よし、これはいい勝負だという、最高のレベルの高い勝負だということでね、反則を許したということです。はいはい、だけど、このまあこの辺りは、はい、まだ渡辺先生、優勢だったんですけどね、本譜は同玉といきました。はい、先ほども解説しましたけど、ここで3四歩と打ってたら分からなかったんですけど、はい、ここです。ここで疑問詞が出ました。渡辺先生。はい、指した手ですが、ここで4二竜と行きましたね。4二竜。はい、これがもう悪手でしたね。これで勝負あったかとなりました。はい、ここで、はい、もう颯太先生、これ同玉やったら、トンシですね。同玉やったらもうトンシなんですけど、はい、ここで、トンシの説明しますか。トンシ、これ取っちゃうとダメなんですね。取ってしまうと、ここでもう、桂馬あるんですね。3四桂打つ。3二玉。そして、まだ3三と叩けるのが、これ厳しいですね。もう同玉。はい、駒がね、もうこんだけあるんですよ。金駒が4枚あるんでね。そしてもう2二銀と打って、2四玉に、に三五金としますね。はい、三五金。ここは、こっちでも詰めますね。ちょっと手数長くなるんで、三五金。それ同玉。はい、同玉に四五金。二四玉と、それ三五金ですね。これぴったりなんですね。はい。なので、ここは、はい、渡辺明先生。これは四二玉。これは勝負かけてきましたね。しかし、これは颯太先生、やはり詰将棋チャンピオン。もう世界一の詰将棋チャンピオンと言っても過言ではありませんけど、これ同玉とはいきません。やっぱり颯太先生、もう1分将棋でしたけど、見えてました。はい、同銀と置きました。はい、ここでね、3四歩と打ったんですけど、もうここはね、ソフトでもまあ3四銀とか3二金が良かったんです。良かったと進めてるんですけども、これはやはりもう何をしても難しい。3四歩といって、これはまたね、2二玉とか2三って言ったら、これは頓死させようという手順だったかもしれませんね。はい、しかしこれが颯太先生、2四玉とかわしましたね。はい、2四玉とかわします。今週は食らいませんね。はい、そうだですね、なかなか。はい、ここで、はい、2五金と受けますが、そしてね、1三玉と逃げます。はい、怒涛の攻めがね、続くんですけどね、2二銀打つ、同玉、
はい、3三金打つ。そして、これはこれも取ったらトンシなんですね。これも取ったらトンシなので、さすが相当ですね、見えてました。1三玉ですね。はい、これでもう、捕まらなくなったんですね。これもし例えばですけど、この例えばじゃないですけど、これまあちょっと検討してみましょうか。取っちゃうと同歩なり、そして同玉、そしてまたね3四歩打つ、2二玉、3三金打つ、1二銀、はい、そして2四桂、同歩、2三金打つ、1三玉、はい、1三玉に対してここで、これなんとね、ここでこれはダメですね、2二銀というのはダメですね、2二銀からの成らずに1二、これはダメですね、これ打ち歩詰め詰めれないでね、詰めれへんし、これ歩が二歩になっちゃうし、歩がなかったも、打ち歩詰め歩があるから今二歩ですけど、二歩になってこれダメなんですね。でここでうまい手があるのは、すみません、取りますね。これ打ったらダメですね。ですね。1三銀。ここですね。ここでまあ2二銀と行かずに、ここでうまい手が1四銀なりですね。これがうまいですね。はい、こっち1二。そしてこれも入ってたら詰みですね。はい、このような手順があります。はい。はい、しかしですね、ちょっと戻りますか。戻りますね。はい、戻ったんですけど、ここですね。はい。これはもう取ったらですね、本譜は、今本譜に戻りましたけど、はい、ここで取ったらまあ詰みって言います。今、解説しました。ここで、1三玉。1三玉と本譜は逃げて、はい、ここで渡辺明、九段、投了となりました。ここ。はい、136手で後手藤井聡太王位の勝利となりました。はい、この王位戦第一局、いや渡辺明九段取れそうでね、取れなかったんで大きな一勝逃したのと同時に、聡太先生ももう負けはもう負けはね、もう受け入れたみたいな、もうね、感じだったんですけど、それを一気にね逆転で勝ったんで、聡太先生にとっても大きい一勝でしたね。はい、今回はこの125手目のね、三三歩成の、はい、反則負けについてお話、解説しましたけど、はい、皆さんもね、感想をぜひコメントで、教えてください。はい、それでは最後に、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。